どうも、アトムです。よろしくお願いします。今回、GU の間違いなく人気のパンツっていうのをご紹介したいと思います。早速、持ってきましょう。はい、こちらのシェフパンツになります。やっとお待たせしました。こちらのパンツなんですけど、かなり人気のアイテムになりまして、インディゴ柄と実際にこのストライプ柄っていうのが今回出たと思うんですけど、その中でストライプ柄っていうのを選びました。ストライプ柄を選んだポイントとしては、まあインディゴ柄ね、結構注目されたと思うんですけども、このストライプ柄っていうのは結構ですね、コーディネートにすごく落とし込みやすいんですね。前作のね、一番最初に出たシェフパンツのストライプ柄って結構主張が激しかったと思うんですよ。それを結構抑えめにして、このストライプの柄の範囲っていうのをかなり狭くしてくれているので、非常にコーディネートに落とし込みやすいです。柄物って結構難しいイメージ持たれる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、このパンツに関しては非常に簡単に落とし込むことができます。実際にねコーディネートを見ていただけるととってもいいと思うんですけど、まずはですねアイテムの解説と実際にお裾直しのポイント、コーディネートっていうのをちょっと動画で初挑戦してみようと思います。はい、まずアイテムをねちょっと近くで見てもらいたいんですけど、こんな感じで2つポケットがありまして、後ろ側はですね右側にお尻のポケットがあります。こんな感じで後ろはですね1つのポケットになっております。実際にベスト部分を見ていただくと、かなりねこんな感じで、すごくゴムの伸縮性っていうのがかなりありて、普通のゴムのねパンツに比べるとかなり弾力性っていうのが感じられます。実際にどんな感じになるのかっていうのをね履いていきましょう。こちらがね、履いた感じのシルエットになります。こちらが前になります。こちらが横になります。こちらが後ろになります。もう非常にね、履いた感じはかなり、もう膝の曲げとかがすごく楽で、履くときもかなり楽に履くことができました。ここがすごく伸びるので、履き入れがかなり楽でした。実際に、お裾直しのポイントっていうのをね、話していこうかと思います。はい、お裾直しのポイントになります。ちょっと気持ち悪いんですけど、今ですね、ここね、腰履きで履いてるときに、実際にね、この感じになっております。ここですね、靴にかかるかかからないかぐらいで履いております。実際に、おへそで履くときはですね、こんな感じでですね、非常にアンクルだけになるように設定をしております。まあ、こんな感じでですね、おへそで履いたときは、こう、アンクルだけで履くようにして、実際に腰履きにするときはね、通常の靴にちょうどかかるかかからないかぐらいのところで、お裾直しをしてあげるっていうのがかなりポイントになります。こういった感じでね、2way で、おへそで履いた時はこんな感じでね、アンクルだけ使用することができて、ここの腰履きでした時はこんな感じで通常ね、パンツの形で履くことができるので、こんな感じで 2way の商法のお裾直しっていうのがかなりおすすめです。次はですね、実際にこちらのパンツなんですけど、結構柄物って難しいイメージ持ちがちなんですけど、このアイテムなんですけど、意外と春コーデを簡単に作ることができますし、なおかつデート服にもすごく最適になってると思います。それぐらいね、結構万能アイテムなんですね。コーディネートどんな感じになるのかっていうのをね、見ていきましょう。コーデ1枚目はこんな感じになります。いかがでしょうか。ヘビーツイルシャツアウターとユニクロ U のクルーネックティーとシェフパンツを合わせております。こちらのトータル金額のコーデなんですけど、6000円ちょっとぐらいでできるようなコーディネートになっております。非常に楽な感じになっていて、こちらのコーディネートに対するポイントなんですけど、こちら実際に柄物を今履いております。柄に対してはなるべくこうシンプルなトップスを合わせてあげると最初はねかなりいいと思います。もちろんね柄と柄でセットアップみたいな感じで合わせてみてもかっこいいと思うんですけど、結構ストライプ柄ってねパンチが結構効いてる柄になるので、比較的上の部分っていうのはこういったネイビーとか黒とかのねトップスを合わせてあげるとかなりいいと思います。ここの中の白のシャツでちょっと春らしさっていうのを演出してあげて、こんな感じでねトップスはシンプルなんだけど、下のパンツっていうのは柄を取り入れてですね、非常に春らしさをね感じさせるようなコーディネートっていうのがこんな感じで、できると思います。いかがでしょうか。こんな感じのねシルエットになっています。はい、次2枚目に行きましょう。次2枚目はこちらになります。黒の GU のライトのねロングコートっていうのを着てみました。こちらのトータル合計の金額のコーディネートがだいたい8000円ちょっとでできるようなコーディネートになっております。特にですね、あのロングコートを着るコーデに関しては柄物タイプが少し苦手な方とかはね特におすすめになってます。なんでかっていうとですね、ロングコートかなり面積を隠してくれて、こういった感じで、ね、ストライプ柄っていうのを少し隠してくれます。まあ、そういったことによって非常にストライプ柄っていうのをね簡単に取りやすくすることもできますし、あとこれのもう一ついいポイントがですね、これ後ろから見ていただくとですね、ロングコートを着てるんだけど、こういった感じで柄のパンツをね履いていくことによって後ろから見てもこうおしゃれな感覚っていうのがかなり伝わるんじゃないでしょうか。はい、
まあ、こんな感じでですね、こんな白をね基調にした、こういったストライプの柄を合わせてあげて、非常にね春らしい感じのコーディネートっていうのがこれだけでも完成してて、そこに黒のねまとまりのあるロングコートっていうのを着てあげることによって、こんな感じのコーディネートっていうのが実現することができます。さらにもう一つこちらのコーディネートに対して、ここのね上のボタンっていうのを締めてあげましょう。上のボタンはですね、実際に3つぐらい締めました。こんな感じでちょっとどうでしょうか。こんな感じでですね、腕組みをしたらすごくモード系な印象というのが作れるんじゃないでしょうか。あとはねこういった感じでポケットを入れてあげて、若干こう白のねトップスっていうのをちょっとチラ見せしてあげることによって、非常にね春らしいコーディネートだったりとか、モード系の服装が好きな人とかにはかなりおすすめなコーディネートになっております。こんな感じでロングコートと合わせてるとかなりねストライプ柄のパンツすごく取り入れやすいので、こういったコーディネートもね非常におすすめです。結構トレンチコートとかウエットコートとか、まあ、春のねステンカラーコートとか、いろんなコートを持ってる方いらっしゃると思うんですけど、こんな感じで黒のねコートとか、あとベージュのトレンチコートも相性いいんですけど、こんな感じで合わせてみてもねすごくいいんじゃないかなと思っております。はい、次3枚目はですね、結構僕おすすめなね、本当に女の子の定番受けそうな、もうデート服に最適なコーディネートだと思っております。はい、参考デメはこちらになります。ドリズラージャケットを羽織ってみました。いかがでしょうか。こちらのコーディネートなんですけど、約1万円以内ぐらいでできるようなコーディネートになっております。これは自分で言うのもあれですけど、結構女の子に受けは絶対いいコーディだと思ってます。結構ねシェフパンツってパジャマ感っていうのがね出ると思うんですけど、こんな感じでジャケットを変えてあげることだけでね、本当にパジャマ感っていうのは一気になくなります。ただねこのジャケットを脱いで途端ね、ちょっとパジャマ感っていうのは出てくると思うんですけども、こうやってねドリザージャケットだったりとか、ちょっとツヤ感のあるねジャケットとかブルゾンとかね、そういったものと合わせてみると一番いいんじゃないかなと思っております。今回こんな感じでいかがだったでしょうか。少しでも参考になったらとっても嬉しいです。 GU のシェフパンツ1490円とかなりね安くて、本当にコスパいいアイテムだなと感じました。ぜひですねインディオ柄じゃなくてね、このストライプ柄っていうのを取り入れてみてコーディネートをしていただけるととっても嬉しいです。はい、僕のチャンネルは初めての方に向けてユニクロや GU を中心としたコーディネートの情報だったりとか、あるいはトレンドのファッションの情報、他のブランドを使って実際にコーディネートのいろんなファッションの発信というのを行っております。ぜひですねチャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。今回はねこんな感じで終わりたいと思います。最後まで聞いただきありがとうございました。以上、アトムでした。今日なんですけど GU の店舗に行ったんですね。で新作でオーバーブロードシャツっていうのが出てね、いろんなもうファッション YouTuber とかね紹介してると思うんですけど、そちらのねアイテムめちゃくちゃ僕も欲しいなと思って行ったんですけど、 S サイズをね着たんですよ。で 162cm しか僕ないんですけど、めっちゃくちゃサイズでかくて、どこなんもう後ろの丈がお尻を越えてもものねもものところまで行っちゃうっていう、もう意味わからないぐらいオーバーシレットすぎて、これはさすがに着れないと思って、でレイヤードでパーカーとかスウェットとかレイヤードで着ればいいかなと思ったんだけど、さすがにレイヤードにしてもちょっと行き過ぎなので、あちょっと難しいなと思って今回ね買うのを断念しました。いや本当に紹介したかったんですけど、ちょっとさすがにねダサくなっちゃうので今回はちょっと紹介できなかったんですけど、またねちょっといいアイテム見つかったらね紹介していこうと思います。で他にもね GU でアイテム買ったりとか、あとねユニクロとかでもね、買っているので、それはねアイテムとかをね今週またやったりとか、あと土日とかもねぜひまたやっていきますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。はい、今回はねこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。